これ見た時に、なんかこれ自体になんかめちゃくちゃ味がついてて、ずっとこれをこうしゃぶるのかなと思ったで、ずっとなんかはやとチャンネル、こんにちは、こんにちは。今日はね、すごいものを手に入れましたんで、多分ね、見たことも食ったこともね、ないと思う。なんかこの段階で、んっていうね。これでもこれね、なんか見たことあるな。見たことある？あれじゃないですか。開けてみて。俺開けていいですか。開けていい。あ、これすいません、あの、ある。見たことあるです。見たことあるです。これなんか、亀の手かなんか言うんですか。亀の手です。あ、そうですよね。食ったことある？あの、ちょっと待って、ごめんなさい、食ったことありますよ。マジですか？さすが子供ちゃん。めっちゃ前なんですよ。多分、ほんと、5年ぐらい前ですね。うん、食った、はい。もう味覚えてないですけど。今日、だからカーディガン緑色なの？あ、そうです。これに合わせてきたの。そうマジでか。でもね、こっちの貝はね、こう食ったことないと思う。それはね、ちょっと後で、はいはいはい、はい。それは初めてですね。はいはいはい。やっちゃい、これ見たことないでしょ。ないです。これはね、うん、色合いがすごいっすよね。うん、じゃあちょっとこの亀の手というやつをね、食ってもらいましょう。これ食い方ね、うん、ここを縦にパキンとする。こういう風に持ってパキン、反対、そう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 、パキン汁出た。 お決まりの失礼。なんか前もスーツ汚れてませんでした。そうもう汚れる運命だから、ね、これパチッってあるんですか。そう、縦にしてパキンとやる。はいはい、やる、はい、で中をほじくり出すとピンク色が入ってるんで。はい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 、ピンク色がね、あこれ、そうそう、ピンク色が入ってるんで、これ、うん、これ、うん、ピンク色取る、取る、これ、そう、で黒いのを持って、黒い部分を持って、そうそう、ピンクいところを食べてください。こんだけですか。これそう、あ、カニのような、うまい。なんかあれっすね、めっちゃ塩味が効いてますね。なんかこれ塩何もしてないんですよ。ですよね。なんか茹でただけそこは食べれないですね。そこ食べれる、食べてみる、ちょっとジャリッとする。ああ、うん、なんかめっちゃ塩の味しません？うまいな。うまいでしょ。これね、チミチミね、これやるんですよ。これふま食える、これ。そう、くんま食える。あ、おいしい。各位にこれが配られてますんで。ある、うん、うまいっすね。酒のあてに最高なのこれ。うまいでしょ。なんかの味似てますね。よくエビ、カニ、イカとかって言われる。あ、そうですわ。貝なんだけどね。食感は柔らかい、なんか しじみのようなんだけど、でも甘さはエビみたいな、うん、よくカニとかエビとかっていう人がいるんですよね。夢中で蒸しとる。これよくありがちなパターンで、カニを食べ始めると会話がなくなるっていう。もう何も会話がなく、こう、そうねカニとエビをちょっと合わせたみたいな感じ。ね、まさかこれの中にそんなのが入ってるとは思わないで。思わないですね。これ見た時に、うん、なんかこれ自体に、うん、なんかめちゃくちゃ味がついてて、ずっとこれをしゃぶるのかなと思った。ずっとなんか、あ、味が出てくる味が出てくるみたいな感じだったけど、実際はこれ割るんですね。じゃあちょっとこっちのね、この貝、玉きび貝、玉きび貝と、玉きび貝、爪楊枝を出して、はい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 、爪楊枝を出して蓋がついてるんで、はい、サザエみたいに、はいはいはい、あれ、あ、下落ちてる。はい、これほじくり出すか。そうそう、蓋の下に刺して、はい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 、くるくるっとするとチュルンと出てくるから、切れないように上手。そうそう、出てきた。 あ、切れてる、子供ちゃん。あ、俺切れてますね、うん、どうぞ。これをそのまま全部食える。玉きび貝、玉きび貝、瞑想してる。、うん、目を閉じて
あ、なんか磯が見えてきたよ。磯が見えてきたよ。磯が見えてきた。うん、海の恵みですね、うん、これね、ちまちま食うと止まらないんですよ。あれっすね、結構食感がいいっすね、結構。そう、うん、これなんか味付けしてるんですか？してない。してない。茹でただけ。茹でただけですか？そう。あ、なんか味しっかりついてますね。海の恵みすごいでしょ。おお、俺なんか味付けしたのかなと思った。してない。あ、茹でただけですか？茹でただけ。本当です？あ、じゃあこれすごいわ、味しっかりついてるわ。これは大人の味ですね。これめっちゃ大人の味でしょ、うん、ビールが飲みたいでしょ。日本酒とかじゃなくて。あ、そうっすね。ちょっとそこはね、まだあの昼なんでコンプライアンス上ビールはちょっとご提供できてませんが。なんかあの小さい頃ってこの苦味が食べれないんだけど、うん、この大人になるとこのね、うん、苦味が美味しさなんですよね。そうなんですよ。バカだね。まさに珍味ですわ、うん、まさに珍味、うんね、なんか最近こだまちゃんのファンが結構増えてきてます。いやいやいや、そんなファンいないですって。コメントでいないですって。こだまをもっと出せ、こだまをもっと出せって。いないですって。万が一だとしてもせいぜい一人ぐらいです。いやいやいや、すごいね。安崎ちゃんじゃないんじゃない、うん、安崎ちゃんは、ね、安崎ちゃん裏方だから。安崎ちゃんね、最近ちょっとあの諸事情により登場が少し減って、ちょっとあの減ってますからね。久しぶりですもんね、だって ね。そうなんですよ、やっちゃき。まあ、詳しくは聞かないですけど、うん、まあいろいろあってね。そう、いろいろある。生きてたらいろいろあるんですよ。ない方がおかしい。まあまあ、そうですね、そうですね。こだまちゃんなんかもういろいろありすぎちゃっても、そうそうそう、ない方がもうなんか不自然になっちゃって、そうそうそう、ないのがある、あるみたいになっちゃってる。ないのがあるみたいな。あるのがないみたいな。ないことが今あるんですよみたいな。ええみたいな。わけがわかんないな、ね、やっぱりこだまちゃんもね、やっぱり人柄が出てますよ。人柄出てます。そう、やっぱりポリシーが機転気配り礼儀礼節ですから。そうです、そうです。なるほど。視点気配り礼儀礼節ですよ。それが大事。それだけで生きてきてる。それだけで生きてる。過言でもないです。でも、四拍子揃うってなかなかないですよ、でも。視点と気配りと礼儀と礼節ができる人っていうのはね。そうですね。そうですね。男たるやですよね。まあ、そこは目指すべき、うん。だからモテるんですか？え？モテない。だからモテるんですか？そう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 、だからいろいろあるんですよ。いやいや、何もない。そこに繋がってされるか。何も決してない。男手越し優也。違うか。意味が分かんない。こだま。全然意味が分かんない。違うか。もうなんか言えばいいってもんじゃないからちょっと言葉選んでね。やっぱ亀の手の色の服を今日着てきてるっていうところが ね。でもこれは本当に言ってなかったのにね。全く全く全くですよ。やっちゃき止まんないね。うん、一人で食ってんな。うまいか。残骸がどんどんできていく。そうですね。まあ、でも本当海の珍味って感じですね。あなたすごいね。来るね。お腹空いてるんですかね。このコーヒーをね、持ってきてくれたんですか、ね、手長いで釣ってる。めちゃめちゃいい人でした。すげえ人ですよ、うん、なんかもう釣りから生まれてきたって言っても過言ではない。そうです。釣竿の先から生まれてきたんじゃないかっていう感じで。釣竿の先から釣竿の先から多分生まれてきたんじゃないかと。まあまあ、まあ、細いとこあるそうそうそうまあでもあれっすよ、なんかああいう趣味がある男っていうのはやっぱ素敵ですよね。いや素敵です、輝いてますよ、ね、若いですよ。そう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 、若い若い、そう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 、すごいですよ。鮎釣り行った時もね、ねえ、お見せできないシーンもたくさんあったわけですよ。あのなるほどなるほど。いっぱいあったんですね。ありましたよ。サバイバルが。まあ、とりあえず笑顔が素敵な方ですよね。そう。ね、やっちゃきちゃんみたいに裏表がない感じがする。もうドス黒い黒をこう表に向かってこう吐き出してくる。裏表がない方がない。
あ、逆にない。何が逆なんだよ、僕は分かんないけど。無人島に行くならマサさんと一緒に行った方がいい。ああ、絶対あれですよね。うん、生きれますよね。生きれる、生きれる。死なないですよ、ね。死なないと思う。死なない、そうですよね。むしろ一緒にくっついて行動したらこっちは死ぬかもしれない。死んじまったな。別の意味で。ついていけなくて。死んじまったよみたいな。バイタリティすごいっすね、やっぱ。まあまあ、うん、そんな感じがしますよ。まあ、そ、まあ、なんかお会いしたわけじゃない。もうほんと小さい時から危ない磯とかにじいちゃんと一緒に連れて行ってもらってやってたって。だからもう、磯の申し子でって誰か YouTube でコメントに書いてましたよ、ね、磯の申し子。マサさんって磯の申し子ですかみたいな。うまいこと言いますね、うん、磯の申し子か。磯の申し子です。川もすごいし、ね。ああ、完食です。完食でしたね。めっちゃうまかったっす。そうそう。じゃあ、亀の手とは。あばった。この、お題考えとくべきだったね、これね。なんかこう。亀の手って、どっちエバーグリーン。エバーグリーン。なるほど。亀の手とは。亀の手とは。緑のカーディガンと合う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 。その国語の小学教科書のなんか小学校1年生の2年生みたいな。いや、やっぱこうね、突っ込む勇気って大事なんですよね。そう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 。あの、はい、そう。瞬発力。瞬発力。はい、ということで今日も大成功でした。ごちそうさまでした。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。こだまちゃん釣り行こうね。はい、行きましょう。